草貝様、さあこちらへ、吾作の伝承を語りましょう。吾作、聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島を前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の吾作なる百姓、もののふの亡霊の呼びたるを聞いて、いずれば蒲根の見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は吾作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、吾作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、吾作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、吾作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、夜めきなどすれば、吾作は不可思議にも意図静かなる心地して、吾作の勇を哀れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、吾作死して村の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、吾作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。